改めまして町田ピンクと申します。お願いします。ありがとうございます。改めまして小野寺美宇告別式、ご列席いただきまして誠にありがとうございます。町田ピンクです。お願いします。今日は小野寺美宇さんのことをもう本当に全て皆さんにお伝えしたかった、こういう人なんですよっていうのを本当に全部伝えたかった。それには弔辞での枠では短すぎました。だからちょっとした特殊能力を使わせていただきまして、さっきまでのあの空間から会場と皆さんと僕だけ抜け出しました。あの僕は皆さんだけの空間作りたかったんで、あの親族と司会者と坊さんをこう覗いた全部をこう空間に飛ばしたんですね。だからあの今残り の, あのご親族とかはもともと牛込タンス組本があったあの空き地でこうなってます。ここは今もうあの場所ではないので、あの今ちょっと今から外出て行かれると、あのまあおトイレとか全然大丈夫なんですけど、あのすごいその空間が違うんで、すごい最悪ちょっと死もありえるで、最悪死で、まあ、軽ければ痛いです。はい、あの痛い感じでトイレ行ってもらうことになります。ちょっと空間の違いがあるんで痛いです。あの一番軽いので痛いということだけど、ありがとうございます。あの鼻水出てるんですけど、ちょっとね気になったら申し訳ないですけど、だからあまあその小野寺美宇さんのことをちょっとまあ、皆さんに知ってもらいたいんで、今から1時間ほど、お付き合い願いたいなと。だから1時間ちょっと寒空で、彼らをちょっと待たせてしまうことになるんですけど、いや本当に大変でございまして、もう本当に大変でございました。この、小野寺美宇告別式を開催するにあたりましてね、でまあ不謹慎な話ですけれども、4ヶ月ぐらい前に亡くなってますからね。あの前回の9月21日の独演会でチラシ入ってたでしょ、もう。はい、ほんでこの看護保管せなあかんわけですよ、そのねご不謹慎な話をご遺体をね。でこれ異例なことですよ、4ヶ月保管するっていうのは。でまあなんとかこう言ってこの霊安室のその冷凍施設みたいなところでこう保管してもらったんですけど、ほんまそれを頼みに行くのがまあ大変でしてね、病院にこうナースコールみたいなところね、ナースコールじゃないナースセンターかみたいなところでちょっとなんとかちょっと言って、でもやっぱこう12月に俺はねこういう会を開きたいっていうのはあったから、まあその代表のナース長みたいな人にちょっと4ヶ月なんですけどって言ったら、もうほんまその場にいる全員の看護婦は4ヶ月ってちょっと聞きました先生って言ったら、奥の方にあの先生あのパソコンみたいなこう後ろ向きで弾いたんですけど、聞いたよっつって、確かに4ヶ月って言ったねみたいな感じなんですよ。で嫌いなんですかって言われて、後ろ向きながら嫌いなんですかはっって言ったら、いやあの個人のことが嫌いだからすごい先延ばしにしてるのかなと思ってみたいな、目も合わせずに言ってくるんですよ。で他の看護婦が、あそういう事例ね他にもあったんですよ、滋賀県の方でね、あの個人のことをすごくね憎く思ってたおばあちゃんがいて、あごめんなさいちょっとその事例もう大丈夫なんですけど、あのちょっとあの逆なんですよね、あの嫌いとかじゃなくてすごい大事な人やったんです。で僕あのお笑い芸人やってるんですけども、年末にちょっと独演会っていうのがあって、そこでたくさんのお客さんの前で美宇さんを送ってあげたいなと思ったんですよって言ったら、もうざわ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 なるわけですよ。ただ立花さんっていうね丸メガの一番しっかりするのは40歳ぐらいのナースの人が、好きだなそういうのって言ったんですよ。で次の瞬間あのその場にいたナース全員ビンタしていったんですよ、マジで。で最後後ろ向いてる先生振り向かしてバーンって、俺いやちょっとって止めたら、いやあのねあのご遺体を悪くせずに今のもの状態で冷凍保存するなんてね、もう今の医学では全然できることなの、簡単なことなの。こいつら普段使ってない頭の引き出し開けるのが面倒なだけよ、バカよみたいな言うんですよ。4ヶ月間しっかりとお預かりしますって言われました。
ございますって言ってこれが開くことができた。でほんの数日前、お礼言いに行かなあかん、あの立花さんにと思って、また同じそのナースセンターのとこ行ったら、そんな人いませんっていう。